はいお疲れ様です、まあ、今回はね逆境の使い方ですよね、まあ、あの天気とも言えるんですけども天気ってのは、まあ、マイナスだった状態を天気ってものを通じてプラスに持っていくその瞬間のことだと思うんですけども、まあ、そもそもねその民主主義っていうものがどういうことかっていうと少数派が多数派に変わっていくそのプロセスのことを民主主義って言うらしいんですよ少数派が永遠に少数派であって多数派が永遠に多数派であるっていうことはこれは 独裁とか支配っていう形になると思いますけどもその多数と少数がいつでも入れ替わるっていうのがねこの資本主義の面白いところであるんじゃないかなと思いますでギャンブルっていうのも資本主義にすごく似ていてギャンブルって、まあ、どんなに金持ちでもどんなに貧乏な人でもその同じ確率に向かって勝負するんですよねしかもその確率っていうのはものすごく偏ってるわけなんですよで大金持ちと貧乏人がじゃあたった1回の サイコロの長範で勝負すするるとなるとななこれはは確率はゴブゴブなんででよねでも10万回とか100万回っていう勝負ができるんだったらこれはどん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 勝負は五分五分になっていくわけなんですよでも10万回100万回やる前にどちらかの資金が尽きるか寿命が尽きるかして確率っていうのにいつでもいつまでたっても近づけないっていうところにこのギャンブルのねトリックがあるわけですよね。ギャンブルっっててのは確率論とか期待値ってありますけども 確率の期待値っていうのはそれこそ万という単位でやってからこそのその数字を落ち着くってことですからそれこそね何十回何百回やるうちにはまだ偏りの範疇なんだろうなって考えるんですよね。まあつまりはどんなに統計やそれから確率効率を浪しても偏りの中でまあ人は勝負してるんだなと思いますね。で自分のことを振り返るとやっぱある時期を切り取ると。 私は金もなくて商売どうしようもない人間なんですよねある時期を切り取るとでも人生全部を切り取っていくとまだ分かりません、まあ、ですんで今日までの人生を切り取っていきますおおむね二十歳半ばから20代半ばからこの49歳というところを切り取っていくとトータルではプラスなんですよねでもある時期を切るとマイナス、うん、だから自分の人生がどうしても行き詰まってるなとかここで終わりじゃないかなって思った時に待てよとあと10年 自分に時間が残されているとしたらその10年で今の状況を打開できるチャンスは見つけられないから10年あったら何か物できるんじゃないかなって考えていくとかじゃあ10年で難しければ20年としたらどうかなっていうふうに考えていくと3040で自分の人生を諦めそうになった時のなんかちょっと励みになるんじゃないかなと思うんですよ。もちろんね7080になってあと10年あったらとかあと20年あったらっていうのは考えにくいんで、まあ、その時はね思い詰めてしまうのかもしれません私の理屈だったら。 まあでも天気っていうのは自分がそう思えば必ず手に入ると思うんですよね、まあ、最後に昨日連絡いただいた熟生さんの例を紹介しますその熟生さんはねお金の状態が悪いんでやっぱり速開塾参加していろいろとトライしたんですよでもまたねちょっとこう精神的にダメージを受けることがあってまたね転落したらしいんですよねでこんな自分にもうねビジネスする ネタなんてないしせっかく YouTube をやってたんだけどもこんな状態だったらもうみんなが恨ましがるような話はできないよとで話したとしたらそれ嘘になっちゃうと自分の状況が悪いんでみたいなことでまあ愚痴みたいなねメッセージ頂い,いたんですよねそこに私が回答したんですよ「何言ってんの?と」と転落した瞬間ってのはチャンスは美味しいんだよとだってね、まあ、その方をね A さんと呼びますけども A さんは結局成功者になるんだよ その成功者が上りの階段ばかりよりも、いや、こんな苦しい時期があったんだけども、こんな大転落をしたんだけども、でもそこから一つの転機を得て、今の地位に上り詰めました。何回も何回も資産を失ったけども、そのたびに、即解塾の名言、最悪の時こそ最善を尽くせという言葉を思い出してやってみたら、なんとかそういったあ転落を跳ねのけることができて今に至るんだよと。 これは投資のチャート値、ね、動きのように落ちたら上がる落ちたら上がるを繰り返していってそれでだんだんと高値を切り上げていって安値を切り上げていったんだよと,とかねまあそういうふうに伝えましたけどねまあ痛く感動してそうだよね漫画でも絶対主人公ピンチになるもんねというふうに言ってましたそうなんですよ人間はね調子がいい時こそ油断して体勢を崩し体勢を崩した時にまた緻密に積み上げて自分の傷を 治癒して癒しししてていくその繰り返しなんですよねドカーンと失敗した時に自分から手を離してしまえばそこで終わりなんですよ。でもやっぱりもう一回ねどん底から這い上がる気持ちで立ち向かっていけばそもそも落ちる前のところまでは戻れるんですよ。そこまでは実力だったんでね。でそこまで戻れば谷から這い上がったっていうその力が今度は新しい上昇の原動力になるんだと。まあつまりそれが天気なんではないかなっていうふうに。 思うんですよねまあ麻雀店から今みたいになるということもあるし天気ってのはあるもんだなと思いますちなみに明日の天気は全国的に曇りということでございます皆さんご安全に。うん